こんにちは YouTube を簡単に使いこなしていますか今回はチャンネルオーナーの大谷に代わりまして私簡単 AI トークのキンがお届けしますチャンネルオーナーの大谷によりますと最近 YouTube ライブを行うとその後のアーカイブ動画に一部の広告主に適していないという表示がつくようになったとのことですこれがその表示です 最近行った3回のライブにつきましたが、すでに2つは解除されました。動画の情報と設定のページの収益受け取りに詳しく書いてあります。それによると、動画の内容が一部の広告主に適していないと判断されたため、広告掲載が制限されているか、広告が全く表示されていません。とのことです。すでに再審査を申請していますが、 現在審査可能な動画は過去7日間視聴回数1000回以上の動画のみでこの視聴回数に達した時点で動画の審査を開始しますと書かれていますどうしてこのような表示が出るのか YouTube のヘルプを確認しましょう YouTube ヘルプ広告を掲載するのに適したコンテンツのガイドラインのページです広告を掲載できないコンテンツを確認します ここに書かれているのは、物議を醸す問題やデリケートな事象、薬物や危険物質を含む商品、有害または危険な行為、不快なコンテンツ、不適切な表現、家族向けのキャラクターの不適切な使用、炎上目的、侮辱的、性的内容を示唆するコンテンツ、暴力的、 このような内容が含まれていると、一部の広告主に適していない、ということになるようです。チャンネルオーナーの、大谷、によると、下品な言葉遣いもダメなようです。ま、顔は下品でも仕方ないかと思いますが、動画に、ガイドラインに抵触するようなことがない場合、どうすればいいのでしょうか。先ほどご紹介しましたように、再審査の申請は、 過去7日間の視聴回数が1000回以上の動画のみで、この視聴回数に達した時点で、動画の審査を開始するとのことです。では、この状態を回避する方法はないのでしょうかあります。過去7日間の視聴回数が1000回に達していなくても、すぐに、再審査申請のボタンをクリックして、再審査を申請されてください。チャンネルオーナーの大谷によりますと、 これまでの経験では、最短で、1日、長くても数日で、一部の広告主に適していない表示が解除されたとのことです。ですので、ガイドラインに抵触していなければ、すぐにでも再審査を申請されてください。今は、その方法しかありません。チャンネルオーナーの、大谷、の下品な声が、ガイドラインに抵触しているのではないか、とのことで、今回は、 簡単 AI トークのセイジがお届けしましたそれでは今回はこの辺で失礼いたします